見せてもらおうか。ペディグリージャムの実力とやらを。無理もないハーブを吸ったんだから、この程度のものが見えるくらい想定内だわ。ああ、私は恐ろしい力を手にしてしまった。奥さんに逃げられた人が、私たちに戦場から逃げるなってよく言えますねと、毒舌のステファニーが今日もキレッキレ。何この状況。遭難者見つけたけど、なんか楽しそうにしてるんで一旦帰る。コマが鳴るとニュータイプに覚醒して、周囲のコマが全部取れる新ルールに変えようぜ。新アトラクション室伏の終わり方が心配でたまんない。代用して5分を過ぎると、徐々に間仕切りが下がってくる謎のシステム。ショートケーキと消毒液って似てるわね。右ポッポーからの左クルック。やめろ、その技を使ったらお前も無事ではすまんぞ。もしもし、俺カエサル、昨日のローマの休日録画してる？え、忘れてた。ブルータス、お前もか。ダンゴムシいるかな。一人しかいない野球部の練習が見てられない。一生のお願いを使ったら、なんとかここまで上がった。ごめんごめん、ニンニク食べたばかりなのにすっごいおならしちゃったよ。俺の正しい世の中にする旅は始まったばかり。あの女、やっと諦めたか。母さん、家族全員の誕生日1回で済ますのやめてくれる？温泉？振り向いたらものすごく近くにいた。ベーダさんの大事な部分っぽいの取れちゃった。めっちゃ入り口近いのにこうなる。四輪駆動を分解したらなんかいた。分かってる、禁煙なんだろうこの店。猿からまだ挨拶ねえし、デイサービスお悔やみの看板がやばい。懐中電灯をなくしたので探す。ガス漏れ報知器が鳴ったので確認に行く。遠足くんの俺だけかよ。言い残すことは。下の階の者ですが、ちょっと演奏を聞いてくれませんか。チャーリーと芋けんぴ工場。テレビの珍獣の目撃情報提供で報酬100万ってやつです。はい、仮にですよ、本人の場合はいくらかなって。歯がないから食えないや。明日だった気がしてきた。ちょっと今何時だと思ってるの。8時過ぎの乱は近所迷惑なの。お願い、中にお母さんがいるの。突入はもう少し待って。月が直接お仕置きよ。待って待って、何か俺がサックス吹ける前提で話が進んでない。お母さんがね、うちでは飼えないとかそういう次元じゃないって。たかしがこのビデオを見てるとき、ママはもうこの世にはいません。クレアおばさんの市中の秘密を知ろうとした少年の末路。小銭落ちてないかな。前の人の暗証番号何かな。そうですか、勇者がラスボスを倒しましたか。いや、こんな本編に関係ないイベントはスルーして当然ですよ。そうですか。メロンソーダの中で自我を失いつつあるアイスクリーム。嫌いな上司の家の光回線をぶった切ってきた。もう一度お聞きします、神様。僕があの時交差点で助けようとしたのは、白い猫じゃなくてコンビニのお袋なんですね。小声でいたとか危なとか言うのをやめてくれない。いかがでしたか、ボケての総集編をマスオが読むマスオチャレンジ。3回目ともなると飽きてきたよという声があるかもしれませんが、これをやり続けていくと一周回って面白くなるかもしれません。知らんけど。ということで、またお会いしましょう。それではさよなら。
ええー